こんにちは。第一印象がいい人に出会ったからといって、必ずしもその相手が信用に足る人物とは限りません。もしかすると、あなたが好印象を抱いた人物は、恐ろしい目的を達成するために、偽りの人柄を演じている可能性があります。ということで今回は、とあるドイツ人カップルが旅行中に雇った男性ガイドが、実は食人文化を持つ部族の一人だったことが判明し、最悪の結末を迎える事件、ドイツ人カップル殺人事件についてご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。2011年、当時37歳のドイツ人女性、ヘイケ・ドルシュさんは、交際していた40歳のドイツ人男性、ステファン・ラミンさんと共に、休暇を利用してフランス領ポリネシアのヌクヒバ島へと訪れました。ちなみに、フランス領ポリネシアとは、フランスの海外領土の一つで、南太平洋に位置する118島の島々のことを指し、その全体の面積は 4.167 平方キロメートルで、これは日本の石川県と同程度の大きさとなっています。そんなフランス領ポリネシアに含まれるヌクヒバ島の人口は約2600人と少なく、面積も339平方キロメートルと小規模でありながらも、フランス領ポリネシアの中ではタヒチ島に次いで2番目の大きさを誇っています。そしてヌクヒバ島をはじめとするフランス領ポリネシアは経済活動の大部分をフランスからの輸入、財政援助に支えられている一方で、観光産業に関しては目覚ましい発展を遂げており、現在では多くの旅行客がフランス領ポリネシアへ訪れています。そして2人は観光スポットを巡るためにヌクヒバ島の地理に詳しい現地人を探したところ、人当たりが良く好青年という印象を受けたアンリ・ハイチという現地の男性をガイドとして雇うことに決めました。その後2人はハイチと共にヌクヒバ島の観光名所を回るのですが、ハイチが森林の中でヌクヒバ島の伝統的なヤギ狩りを行うことを提案したため、ラミンさんはドルシュさんを残し、昼頃にハイチと2人で人気のない森の奥へと向かいました。日が傾き始めた頃、2人の帰りを待つドルシュさんのもとに、息を切らしたハイチが森林から戻ってくると、ハイチは非常に動揺した様子で、事故が起こり、森林の中でラミンさんが助けを求めている、とドリスさんに告げ、ラミンさんを救出しに共に森へ向かうことを提案したため、ドリスさんは彼氏を助けたい一心で、ハイチの提案を承諾しました。表編。ラミンさんを助けるため、ドリスさんはハイチに連れられて森林の奥へ向かうのですが、突然ハイチはこれまでの態度を豹変させてドリュスさんに襲いかかり、鎖を用いて彼女を木に縛り付けたため、身の危険を感じたドリュスさんは激しく抵抗します。ですが屈強な肉体を持つハイチを女性の力では退けることができず、ハイチがドリュスさんの衣服に手をかけたその時、ドリュスさんは苦肉の策で偶然持ち合わせたアラームを鳴らすと、突然鳴り響いた騒音に面食らったハイチはその場から逃走しました。その後ドリュスさんは数時間かけて鎖をほどき、一心不乱になって警察署に駆け込んだ後、警察に事情を話したことで事件が発覚すると、警察は現地の男が何らかの目的で二人に暴行を加えたとみて、すぐに捜査を開始しました。そしてラミンさんが失踪した森林を警察が調査するのですが、一週間が経過してもラミンさんは発見できずに捜索が難航する中、森林近くの渓谷で焦げた衣服が周囲に散らばっている不審な焚き火の跡が見つかったため、警察はハイチが焚き火を使用した可能性を考慮して捜査を進めました。すると焚き火の跡から人の顎の骨や歯、そして溶けた金属片が発見されたため、警察はハイチがラミンさんを殺害し、解体した遺体を焼却することで殺人の証拠を処分したと推察し、フランス軍と協力してハイチの行方を捜索しました。ですが捜索が開始してからしばらくしても、警察がハイチの居場所を特定することはできなかった上、ハイチがラミンさんを殺害した動機も未だに不明瞭なままでした。警察による捜査が停滞する中、警察がハイチのある身体的な特徴に注目したことで、ハイチがラミンさんを殺害した衝撃的な理由が浮かび上がりました。真相。警察はハイチを事件の重要参考人と断定し、彼の身辺調査を実施したところ、ハイチの左胸にカイヨイ族の戦士を意味する入れ墨が入っていることが発覚しました。
ちなみに海洋遺族の多くは現在もヌクヒバ島で生活を送っているのですが、かつて食人文化を有していた過去から、警察はラミンさんが殺害された後、人肉試食を持つハイチによってその肉体を貪ったのではないかと推察しました。その後、焚き火から発見された骨や歯を DNA 鑑定したところ、それらがラミンさんのものであることが判明したため、検察官も高確率でラミンさんは人食い部族に殺害され食されたと思われるとの見解を述べました。さらに人食い部族の専門家グンドルフ・クルーガー博士は、海洋遺族に古来より伝わる食人儀式を行うためハイチが犯罪に及んでいる可能性があると語り、民族学の観点からハイチが食人を目的としてラミアさんを殺害したとの推察を行いました。実際にヌクヒバ島の近隣にあるパプアニューギニア地域は、人類史の中で最後まで食人文化が残されていた地域として知られており、代表的な食人族であるコロワイ族は殺害した人間の脳みそを食していたり、呪術師が魔女と認定した女性を火炙りにする魔女狩りなどの悪習が残されていたりと、ヌクヒバ島を含めたポリネシア諸島で暮らす民族は彼ら独自の文化を形成しています。そのため海洋遺族のハイチが食人を目的として犯行に及んでも不自然ではなく、観光客が食人族に食べられたという衝撃的な事件の内容から、メディアは今回の事件を食人部族による強行だと大々的に報道しました。その一方で、ハイチが食人鬼であるという推測に異議を唱える者もおり、ヌクヒバ島に住む海洋遺族の者たちは、私たちは人間よりもホットドッグが好きですと語った上、ほとんどの島民がキリスト教カトリックを信仰していることから、すでに海洋遺族の中で食人文化への信仰心は失われていると主張しました。さらに現在のヌクヒバ島はフランス政府の管轄下に置かれ統治されていることから、島内に食人文化を持つコミュニティが残されているとは到底考えられないとの意見も上がりました。またハイチに襲われたと証言したドルスさんに対して、アラームを鳴らした程度でハイチが逃げ出すのかといった疑問を抱いた者の中には、ドルスさんが地上のもつれからラミンさんの殺害を決意し、ハイチを犯人に仕立て上げるため2人を殺害した後、遺体を人目のつかない場所に遺棄したとするドルスさん黒幕説を提唱する者もいました。こうして事件発生から様々な論争を呼んだこの事件ですが、その後懸命な捜索を続けた警察によってついにハイチが逮捕されました。そして事件は想定外の急展開を迎えます。結末、逃走を続けていたハイチが逮捕され、今回の事件をめぐった裁判が開かれると、ハイチはラミンさんから性的暴行を受けそうになったため正当防衛で彼を殺害したと主張しました。ですが裁判所は、ハイチによる殺人が正当防衛と仮定した場合、人を殺めて動揺していた点を考慮しても、ドリスさんに性的暴行を加えようとしたことや事件後に身を隠し続けたことは供述と矛盾するとして彼の主張を否定しました。その後、ハイチが自身の犯行を認めたことで2014年5月に28年の懲役刑が言い渡され、ハイチが上訴を選ばなかったことで事件は幕を下ろしました。食人族による犯行として世界的に注目を集めた今回の事件ですが、事件当初は人食い部族にラミンさんが殺害された可能性が高いとの見解を検察が述べていたものの、最終的に警察はハイチが食人に及んだことを否定し世間を驚かせました。この警察の発表を聞いた有識者は、フランス領ポリネシアをはじめとするポリネシア諸島ではかつて食人文化が栄えており、犯人が食人族の一員だったことから、様々なメディアが確証を持たずに憶測でハイチを食人鬼に仕立て上げ、彼の尊厳を傷つける人種差別的な報道を行ったとして、メディアの報道姿勢を痛烈に批判しました。その一方で、事件当初は検察が食人事件であると主張していたにもかかわらず、最終的に判断が覆ったことに違和感を持った者たちは、実際に食人事件は発生していたものの、観光産業を主要産業にしているヌクヒバ島ではイメージ低下による観光客の減少は大きな痛手となるため、警察が事件の真相を隠したと主張する者もおり、解決したかに思われたものの、様々な疑惑が残る事件となりました。この事件は、かつて食人文化を有していた海洋遺族の男が人柄を偽って観光客に接近し、強行に及んで2人を絶望のどん底に突き落とした事件として知られており、ハイチがラミンさんを殺害した明確な動機が判明していないことから、実際に食人事件が発生した可能性も残されていると言われています。
また今回の事件のように観光客を狙ったガイドによる事件は世界各地で発生しているため、旅行先で現地人のガイドを雇う際にはガイドの前で貴重品を出さない、ガイドと二人きりになることを避ける、手荷物にはなるべく鍵をつけるといった対策をとって自衛する必要があります。その他にも信用度の高い旅行会社にガイドの同行を依頼することで本性を隠して観光客にするより、ガイドとして雇われようとする犯罪者を避けることができます。皆さんも海外旅行の際はくれぐれもご注意ください。東京タワー×キリン、キリンランド開園決定。様々なコンテンツにキリン降臨イベント、詳しくは概要欄へ。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、食人文化怖っと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターもやってるので概要欄からフォローお願いします。あと VTuber チャンネルで生放送もやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者なんですけれども、キリンの機材自慢コーナー第4回ということで、今回はこちら。はい、これは何かというと、マイクの前に置く、ポップガードですね。ポップガード、空気を遮断するもののちょっといいやつになります。はい、これは何だっけな、ステットマンっていうのかなっていうね、ちょっといいやつですね、ポップガード。はい、これポップガードもね、何の違いがあるのっていう感じで、僕も最初全然分かんなかったんですけど、これなんとね、金属なんですよ。結構ね、まあそう、ポップガード目にする人、目にしない人いると思うんですけど、知ってる人だと、あのポップガードって結構なんか布製みたいな感じのものが多いと思うんですけど、これ金属ということでですね、あのより、声をダイレクトにマイクに通してくれるけど、こういう空気を吹きかけたりとかした時にそれを防いでくれるみたいな感じ らしいとりあえず見た目がかっこいい、見た目がかっこいいから買ったっていうのがでかいですね。はい、でなんかね、すごいこの金属の網目状になってるんですけど、網目のなんか角度とかもちゃんと設計されてるらしくて、こうまっすぐマイクに向かってふーって息を吹きかけると、風の向きが変わって、なんかまっすぐ吹きかけられた風がポップガードを通すと、下向きに風向きが変わるから、マイクに、直接風が、吹きかけられずに、下の方をピューって通っていくみたいな、なんかそういう仕組みらしくて、なんかすげえみたいな。で確かにそのこれ届くまで布っぽい感じのポップガード使ってたんですけど、変えたら結構声がなんていうんですか、クリアになった気がしますね。まあ気のせいかもしれませんが、はい、まあ、とりあえずかっこいいぞっていうね、はい、いいだろうっていう感じでした。さよなら。